硫酸土は水に溶けやすいので、1モルの水溶液を作ることができます。1モルの水溶液を250ml を作るには、硫酸土を 0.25モル溶かします。硫酸土のモル質量は 159.609g/mol なので、約 40g 溶かします。濃硫酸は 18モル なので、約 13.8ミリ 残ります。蒸留水、硫酸土、テープ、銅線、プラチナの電極、250ミリ のビーカー、ホットプレート、電源回路、安全メガネ、安全手袋、酸性ガス溶防毒マスク、対薬品エプロン。まずは硫酸銅をビーカーに入れます。それから丁寧に蒸留水を 250ml までビーカーに注いでよく混ぜます。すべて溶けたら、電源回路の電源を入れ、一定の電流を流します。まず、電流の調節ネジを最も低いところまで回します。次に、電圧の調節ネジを最も高いところまで回します。導線の電極をビーカーの高さに比べ、少し高いところで切ります。電源と電極を接続します。プラチナの電極を水溶液に沈め、その後、銅線の電極も沈めます。丁寧に電流の調節ネジを 0.5 から1ぐらいまで回します。これから溶けた硫酸銅の銅が陰極に発生します。水溶液はだんだん硫酸に変わるのです。電流がより高ければ化学反応が早すぎ、発生させた銅が電極に弱く付着し、また水溶液に溶けます。硫酸の霧は発がん性なので、身の回りにあればマスクをして注意します。陽極には水の電気分解により酸層が発生します。火のついたマッチを発生した酸素の電極のそばに近づけると、酸素の助燃性により溶けた銅と反応し、緑色の炎が観察できます。約26時間反応を続けます。水溶液中の水素イオンと硫酸イオンが反応し、
硫酸が生成されます。その結果、水溶液はだんだん青色が薄くなります。陰極で銅が発生するにつれて、水溶液中の銅イオンが減少し、水溶液はだんだんと青色が薄くなります。その結果、陰極に水槽も発生が始まります。水溶液が完全に透明になったら、電源を切らずに導線を抜きます。もし抜く前に電源を切ったら、硫酸に発生した銅が溶解します。電源を切り、プラチナの電極を抜きます。銅が比較的早く発生されたので、粉になりました。銅の粉は燃えると緑色に燃えます。現在の水溶液は1モルの硫酸だが、より濃くなるように水溶液を沸かします。ビーカーをホットプレートの上に置き、電源をつけます。溶液の水がすべて蒸発すると、残っている硫酸の分解が始まり、白色の煙が発生します。煙が出たら、ホットプレートの電源を切ります。硫酸でできる煙は有毒のため、防毒マスクを必ず着用します。濃硫酸を扱う際に、対薬品手袋、エプロン、安全メガネなど身につけ、十分に注意します。濃硫酸は綿やキッチンペーパーなどと化学反応を起こし、すぐに炭素に変化します。
濃硫酸を捨てる際は大量の水と混ぜます。濃硫酸は大変危険なので、扱う場合は十分に注意します。